皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。まあ、ご存知の方も、多いと思うんですが、2022年4月1日に MTS ドラムラボというオンラインサロンを立ち上げました。そして、まあ、今で、まあ、約1ヶ月が、経とうとしております。でも、オンラインサロンというね、名前自体に抵抗がある方も少なくないと思いますし、まあ、会員制ということなんで、まあ、結構閉鎖的な、空間になるので、中で一体何が行われてるのかみたいなね、わからないということで、怪しんでる方も、まあ、実は結構、僕の周りにもいらっしゃいます。MDS ドラムラボ、まあ、僕がやってるこのオンラインサロンというのは、まあ、一体何なのか、一体この中で何をやってるのかっていうのを、まあ、ご説明させていただきたいと思います。まあ、入会の仕方はですね、特設ページがありますので、それはまあ概要欄に、ありますので、ぜひそちらをご覧いただけましたらと思います。で、まあ、すでに会員になってくれてる方とかもですね、あ、こんな活用方法があるんですねみたいなね、そんな感じで、参考になっていただけたらと思いますので、ぜひ楽しんでご覧いただけたらと思います。はい、ということで、まあ、この MDS ドラムラボっていうのは、一体何なのかというとですね、まあ、一言で言うと、まあ、ドラムに関する情報を届けてる場所という、ことになります。で、まあ、こんな感じでね、コンテンツがこうずらーっと並んでるんですけども、まずちょっとこれを順番に、ご説明させていただきたいと思いますね。で、まずレッスン動画の項目なんですけども、まあ、ここでは、まあ、コンテンツの名前通り、ドラムのレッスン動画が投稿されている場所になるんですが、まあ、基本的には動画を見ながら、僕と一緒に練習できるように、作っております。一応ね、このすべてのこの練習動画にはですね、PDF のテキストをつけております。で、例えばなんかこんな風に、ね、こう印刷していただけましたらですね、ここに一応ね、この QR コード、もついています。で、QR コードは、YouTube の方にも限定公開で、こちらの動画をアップしてるんですけども、まあ、一応このテキストの QR コードを読み込んでいただけたら、一応その動画にアクセスしていただけますので、まあ、このテキスト見ながら、まあ、動画で練習してもらうみたいなことができたりします。で、例えばなんかこういうテキストをですね、まあ、今この中にたくさんコンテンツがあるんですけども、こういうテキストを例えば100均でね、売ってるようなこのクリアファイルみたいなね、なんかファイルに入れていただけたら、まあ、あなただけのこのドラム教則本ができるんじゃないかと思いましてですね、ぜひなんかそんな感じでご活用していただけたらと思っております。で、なんかまあこのずらーっとね、コンテンツがこう並んでたりするんですが、まあ、ここにブックマークがね、つけれる機能がありまして、この虫眼鏡みたいなね、検索できるところがあるんですが、まあ、ここでそのブックマークをつけたものっていうのが自分のそのお気に入りとして、表示されるようにできますし、例えばその虫眼鏡のこの項目に、まあ、スピードアップとか、左手強化とか、リズム練習とか検索してもらったら、まあ、それに沿った、練習方法というか、レッスン動画が出てきます。レッスン動画と一緒に、まあ、テキストも出てくるので、まあ、ぜひね、この検索できるところっていうのと、ブックマークっていうのを、まあ、ぜひご活用いただけたら、まあ、自分がこの普段、ね、残しておきたい練習としてご活用いただけるんじゃないかなと思っております。はい、続いて、オンライン練習会の項目なんですけども、まあ、これはMDS ドラムラボを始める前からやっていたことなんですが、まあ、僕の教則本、まあ、僕、教則本今現在、2022年の4月現在で今、教則本3冊、出してるんですけども、まあ、この教則本の中からこのテーマを決めて、でそれを YouTube の、生配信という形で、皆さんと90分間ひたすら一緒に練習するというね、練習会を、月1回開催してます。で、まあ、こちらはオンライン練習会のコンテンツの中に、まあ、一応この投稿の中にこの YouTube の URL を、貼っておりますので、まあ、その時間になりましたらそこにアクセスしていただいたら、僕と一緒にというかリアルタイムでこう一緒に練習ができるということになってます。で、一応まあこのチャット欄にコメントいただいたら、まあ、直接やり取りしながらできるので、ちょっとスピード速すぎますわみたいなね、なんかことをチャットでやり取り、ね、コメントいただきましたら、あ、ごめんごめんみたいな感じでこう下げながら、やっていこうと思います。で、こちらはですね、大事と分かっていながら、まあ、なかなかこう取り組みにくい基礎練習などを、まあ、僕とね、この一緒にこうリアルタイムで練習してもらうことによって、まあ、しっかりとこのね、身についていけるんじゃないかと思いますし、まあ、このリアルタイムでこう一緒に練習している仲間がいるっていうことを、まあ、感じながらね、無理なく楽しんでいただいてるようでしてですね、とても好評な練習会となっております。で、この練習会もアーカイブはずっと残りますので、まあ、同時刻にもし参加できなくても、まあ、後日参加みたいな感じでも、もちろん大丈夫です。はい、続きまして、オリジナルテキストの項目なんですけど、まあ、これは、僕、森谷ドラムスクールという、ドラム教室を、10年以上やってるんですけども、まあ、その中で、所有してるテキスト、
を皆さんと共有しております。で、まあ中には、この YouTube の、演奏動画と連携しましてですね、まあ、曲の解説などもね、行っております。で、まあ例えばこれもシェイクビートと検索すれば、まあ、シェイクビートが使われてる、まあ、投稿が見れたりしますし、まあ、こちらもね、ぜひ、ご活用いただけましたらと思います。はい、続きまして、MDS ドラムラボミーティング、これがね、一番怪しまれてるね、ところなんですけどもね。まあ、日々ね、まあ、YouTube も含め、いろんな発信をしているんですけども、まあ、自分が発信するものが、まあ、本当に皆様の便利なものかどうかっていうのは、まあ、正直わからないんですよね。まあ、いいねがいっぱいついたりとか、コメントもらったりとかして、あ、これはいいのか悪いのかっていうのを判断してたりするんですけども、まあ、こういうね、まあ、有料の、会員サイトの中では、僕がちゃんとね、この発信することが皆さんの役に立ってるもの、なのかどうかっていうのが、まあ、判断しづらいところでもあるかもしれないんで、まあ、次1回このズームミーティングを開きまして、皆様からの、忌憚のない意見を、お聞きする機会を作っております。で、まあ、今発信してる、まあ、必要なものは、まあ、そのまま継続して、発信し続けて、ぶっちゃけこれはいらなくないみたいな、この例えば、ね、この2分は長すぎないみたいなことがありましたら、まあ、それは意見を聞いて、で参考にしたい、させていただいて、今後の発信に生かしていくと、いうようなことでさせていただいております。で、前回のミーティングではですね、例えばその自分が、まあ、普段取り組んでる曲とかの、まあ、不明なところを、まあ、相談したいと、ご説明してほしいみたいな相談があったので、あ、ぜひそういう、じゃあそういう相談できる場所をドラムラボ内で作りますみたいなことを言ったりとか、でも会員さん同士の、交流の場にも、まあ、なればと思いますので、まあ、この前オンライン飲み会についての提案もあったので、まあ、それもね、またやろうと思ってます。で、まあ、続いてこの会員限定ブログの項目ですね。まあ、こちら、音楽に関係あること。まあ、こんな感じで音楽に関係あること。そして、音楽に関係のない僕の読書感想版みたいなね、ブログとか。まあ、一つの投稿に対して、まあ、3000字以上というね、まあ、結構本気で書いてるブログだったりするので、まあ、見応えがあるんじゃないかなと思ってます。まあ、ぜひこちらもね、参考にしていただけたらと思ってます。ということが、まあ、今現在の MDS ドラムラボの、まあ、中身となっております。で、まあ、日々コンテンツを、更新しておりますので、また新たな項目が、追加されたりとか、新たな方向性が、追加されたらですね、またこのお知らせをさせていただきたいと思います。まあ、皆様のね、このドラムライフに寄り添える場所になれたらと、思っておりますので、ぜひ皆様、ご入会を検討していただけたらと思います。概要欄にこの特設ページがありますので、ご入会はそちらからしていただけます。ということで、今日もありがとうございました。さよなら。